バシリコ・コンスタンチノビッチは、ロストフ公。ウラジーミル大公・コンスタンチンの長男、1209年に生まれる。1218年の父の死に伴い、ロストフ公位を相続する。1220年に、ウラジーミル大公・ユーリー2世と共に、ボルガブルガールに遠征し、勝利を収める。 1223年のカルカ川の戦いに参加するために準備を進めていたが到着までに南ルーシ諸公が打ち破られ北方に引き返した。1226年にはユーリー大公に率いられてチェルニゴフのミハイル公の支援に駆けつけた。1227年にはミハイル公の娘マリアを日として迎える。1228年にはモルドバ沿線を行う。 1238年に、モンゴル軍が、ルーシの北方に攻め寄せた際に、太公ユーリー2世と共に軍を集めるために北方に、向かうが、七川の戦いで、モンゴルの九州に愛戦死した。ロシア正教会で聖人とされる。コーヒマリアとの間には、ロストフ公国を継いだボリスと、ベローゼロ公国を継いだグレップを授かった。ありがとうございます。